こんにちは、みほとけです。今夜もまた日本のお寺にまつわる伝説を涼しくなってきそうな夏の夜にお伝えします。京都の善林寺にまつわる首が大きく動いた仏像のお話です。日本にはたくさんの仏像がいますね。阿弥陀如来という仏像を見たことがありますか？この阿弥陀様、通常はこのようにね、まっすぐ前を向いております。しかし京都の善林寺にいる阿弥陀様は首が大きく左を見ているんです。この阿弥陀様がいるのは京都の祇園からほど近いところにある善林寺というお寺です。遡ること1000年前、永観というお坊さんがいました。永観は東大寺の宝蔵、宝の蔵ですね。東大寺の宝蔵に行った時に秘仏とされているこの阿弥陀様を見ました。その時の阿弥陀様はきちんと前を向いてまっすぐに立っておられました。そんな時に永観は感じました。この阿弥陀様を宝蔵でしまっておくのはもったいない、人々を救うために外に出すべきだ、そう感じたそうです。その後永観はこの阿弥陀様を背負って奈良の東大寺から京都に運ぶことになりました。その運び出している最中、当然東大寺の人々はそれを止めようとします。永観、阿弥陀様を返せ。永観は東大寺の人に追いつかれてしまいました。永観返せ、阿弥陀様を返せ、うりゃー。そうして背負っている永観の背中から阿弥陀様を取ろうとしたんです。しかし阿弥陀様を離れない、離れなかったんです。もうそれでは仕方がないと諦めた皆さん、永観は無事に京都善林寺に阿弥陀様を運ぶことができました。そして時が経つこと、永観は50歳になりました。2月15日のことです。まあこれはくしくもお釈迦様が亡くなった日と同じなんですね。その時永観は歩きながらぐるぐると阿弥陀様の周りを回る念仏というものを修行の一環で行っていました。永観が念仏を唱えながら歩いていると、突如としてその阿弥陀様が台を降りて永観を先導して歩き出したんです。嘘だろ、阿弥陀様が動いてる、おーとなった永観は驚きのあまり立ち尽くしてしまいました。阿弥陀様はぐるっ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 と振り返ってこう言いました。永観遅し。この伝説が伝わる善林寺では永観を思って一緒に修行をし、永観を導き叱咤激励する、そんな阿弥陀様の尊い姿を振り返った姿のまま彫刻に残した仏様がいらっしゃるんです。なんという絆物語なんでしょうか。信じるか信じないかは見てください。ありがとうございました。ナム。